テオバルト・テオドール・フリードリヒ・アルフレート・フォン・ベートマン・ホルベークはドイツの政治家、ドイツ帝国第五代最小、灰色の芸家と呼ばれた、1856年11月29日、地方公務員、フェリックス・フォン・ベートマン・ホルベークの息子として生まれる。祖父・アウグスト・フォン・ベートマン・ホルベークは著名な法律学者で、ベルリンのフリードリヒ・ビルヘルム大学学長、 プロイセン王国文化大臣を歴任した。先祖は、ホルベーク星だったが、1748年に、ソソフヨハンヤーコップフォン・ホルベークが、フランクフルトアムマインで、ベートマン銀行を経営するベートマン家の娘と結婚し、ベートマン・ホルベーク星に改めた。ベートマン・ホルベークは、ストラスブール大学、ライプツィヒ大学、フリードリヒビルヘルム大学で学んだ後、1882年に、 プロイセン内務省に入省。1899年にブランデンブルク州知事に就任し、7月に元プロイセン首相エルンスト・フォンプフェルの娘マーサと結婚した。1905年にプロイセン内務大臣に就任し、1907年に帝国国務大臣に転任する。1909年にベルンハルト・フォンビューローの辞任に伴い公認として帝国最相に就任する。 軍装のベートマン・ホルベーク、ベートマン・ホルベークは、イギリスとの軍拡競争を避け融和政策を掲げたが、海軍大臣、アルフレート・フォンティル・ピッツの反対に愛失敗している。1911年の第二次モロッコ事件が発生し、緊張状態となるが、イギリスとの関係改善は進められた。バルカン戦争の際には、イギリス外務大臣、エドワード・グレート協力し緊張緩和に努め、 サンバイト政策についての妥協を求める交渉もしている。1914年6月28日、サラエボ事件が発生すると、外務大臣ゴットリーブ本屋号と共に、オーストリア・ハンガリー帝国を全面的に支援するため、尽力した。グレーは、オーストリアとセルビア王国の調停を提案したが、オーストリアが開戦をためらうことを危惧し、提案を無視した。しかし、ベトマン・ホルベクも、 ヤゴーも第一次世界大戦のような全面戦争は想定しておらず、オーストリア最後通帳が通達され事態の重大さを、シリジニーを申し出たが、ビルヘルム2世に、君は自分が食べるためにシチューを作ったのだろうと返答され、拒否された。通説では、大戦中のベートマン・ホルベイクは、恩恵政策を取ろうとしたが陸軍参謀本部の独走に振り回されたと見られている。しかし、 歴史家、フリッツ・フィッシャーの研究では、従来考えられていたよりも、積極的に強硬派の意見を採用し、1914年9月には、ポーランド全域を併合した後に住民を強制に、立ちのかせ、ドイツ人を直接入植させ生存権を確立する、9月計画を検討していたことが指摘されている。ベートマン・ホルベークは、アメリカ合衆国のウッドロー・ウィルソンを仲介に、 条件付き和平を模索しており、1916年夏にエイリヒ・ホン・ファルケンハインを追い落として、軍部の実権を掌握したパウル・フォン・ヒンデンブルクとエイリヒル・デンドルフの主張する無制限潜水艦作戦に反対していた。しかし、軍部の方針に反対するベートマン・ホルベエクは、次第に政府内で影響力を失っていき、1917年7月13日に、 軍部の意向に沿う最小を望んだルーレンドルフに追われる形で辞任し、ゲオルク・ミヒエリスが公認となった。1919年6月、連合国がビルヘルム2世を訴位しようとした際に、代わりに被告として裁判を受けると申し出て、注目を集めた。しかし、この申し出は最高戦争評議会によって、黙殺されている。ベートマン・ホルベークは、 故郷に戻り回顧録を執筆しながら、余生を過ごすが、1920年のクリスマスに風邪を引いて、急性肺炎を引き起こし、1921年1月1日に死去した。ありがとうございます。